さあやっていきましょう。どうも皆さんこんにちは。オセロニア界屈指の毒男マッピー会長でございます。いや嘘です。自分で毒男とか思ったことないです。今日はね、毒を使います。毒ポイズン、ポイズン反町隆史。もうね、毒の駒をとにかく入れまくって、今ねオーラで毒のやつとかも全部含めて12体毒入れてます。毒じゃないやつがそれ以外で4体ですね。まあカルマメイとかはフィニッシャーとして使うし、まあルキアは大体刺さるし、でこのブランジェッタとポーリプスはまあカウンターということでね、まあ初手で引けたら美味しいんじゃないかなみたいな感じで、とにかくねもう私ね毒が使いたくてしょうがないんで、もう脳まで筋肉じゃなくて脳まで毒みたいな感じでね、もう脳毒でいきます。もうアバドンとか正月アルツリエとか持ってないけど、もうとにかくもうね毒が使いたかったんで、これでクラスマッチいきます。はい、対戦よろしくお願いします。25921、あ、いいね。お、これいいぞ。これね、ミュケース握っておこう。ルッキーが来た時のためにミュケースを握っておく。これね、ミュケースと科学捜査官ホオズキアカネさんがね超有能なんだよ。これ買わずより攻撃力が下だからね、攻撃力が低い毒っていうのはねこれいいね。しかもミュケースこれ HP が高いからね、本当に優秀な駒なんで、マジで強いよミュケースは。うん、で、ほい、お、ルエド、一流芸能人、意識高いじゃないか。まあここは確実にスパルムを置いてスパムして、まあこれミュケースは握っておこう。ルキア来た時のためにね。え、てか来ないかな、これどうなんだろう。まあでも編成してそうな感じはあるんだよな。でね、これ HP 的に神っ端は考えにくいんだよ。これモルスだな。これモルス行こう。って考えた場合、さっきラザネート来てたから神10枚の、まあ神っ端カッコ残り6枚、他の属性みたいな感じかな。だからそれにしては少し HP 高高いから竜はあんま入ってないと考えると、あ、竜入ってるわ。あら、回収早すぎ、フラグ回収早すぎ。まあでも竜入ってるって言ってもアルン1枚ぐらいでしょ。お、オーラいいぞ。オッケーオッケー。まあこれね、ルエドさんいきますよ。はい、相手魔属性絶対入ってる。うん、2万6000に近い HP。 あとアマテラスとかも入ってそうだな。 HP 重いのが高い気がするな。これ魔属性入ってることを考えるとルキア来そうだな。ういーういー、それは強いな。どうしよっかな。これ、科学捜査官、待てよ、これミュケース使っていいな。ちょっと待って、ひっくり返したとの駒の、あー、これ科学捜査官来たからミュケース投げてもよくなりましたが、アルン側に寄せてもいいような気はしますが、どうしようかな。これコンボ置かれるのにな。いや、ここ行こう。うん、一回科学捜査官行こう。うん。うん。え、毒いいね。で、これで一回角を置かせよう。うん。どう耐久できるか。なんだよ。ここまで来たら。オッケー。で、あー、これソーディアンちょっとやばいな。こい。いや、最高の手札。これは最高の引き。行くか？行こうか。ソーディアンのコンボだけは使われたくないんだよね、できるだけ。ただ相手にとってもそれは悪手になるから使わないとは思うんだけどね。これでまあサディエルのコンボ使われるんだったらまだなんとかなる。オッケー。あー、何だこれ、なんだこれ、バイセか。いや違う、たきり姫か。やー、そこに置いてお茶を濁すのはなかなかうまいですね。これソーディアンのコンボルートがつながってしまいました。つながった状態。お、でもこれ耐えれるぞ。これまだ 14000HP こっちあるから、これアズリルだな。毒で攻めよう。もう毒なら相手サディエル関係ないから。おれ、いいぞ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 。あとこれ、いや待てよ、これソーディアン使ってきたら勝てるんじゃないか。アカネとアズリルがつながる。ソーディアン来い、焦ろう、焦ってくれ。よし、焦った。でこれ耐えれます、絶対耐えれる。さすがにそこ耐えれるよ。オッケー、よし、これ、アカネさんとアズリルで行こう。なんか行け！ブランジェッタか。いやー、これさすがにミケースかな。毒なら、毒の方がいいよな、これ。カットされるもんな。防衛力こっちの方が高いけど。いや、でもここまで来たら、もうね、決めるしかない！行ってくれ！行ってくれ！
いや無理かなこれ、さすがに無理かな、サディエル働いてるもんな。にゃーからのにゃー、届いた届いた、よーし、大戦ありがとうございました。なんということだ。はあ、大戦よろしくお願いします。はいはい、わかりましたよ。またあなたの回復と私の毒どちらが強いか勝負だ。耐久 VS 耐久。あ、これモルフス握っとく必要あるね。これね、ここ取った時にドバッて返していかないといけない。ただこれ、うわー、なんか腐るな、いろいろと、いろいろと腐っている手駒が。どうしようかな。まあこれ定石通りに打っていこう。うん、ここはまずミュケースを捨てて、まあこれ相手神全部入れてる、さすがにルキアとか入れてないだろう。シーラーザード耐久、これおそらくね回復マス先生、いや、うん、だよね。これあ、スキルはじゃないのね。いや、ちょっと待てよ、俺の予想だとアルキメデス入ってる気がするな。お、いいね。これ早めにこのねオーラスキルを引けたのはでかい。ここでまずは確実にスパルムを置いていって、ネクロダンス、ネクロダンスからのさ、これどうしようかな。定石通り打っていくと出るのかな。まあ打っていこうか。ただルエドさ、いや、いい、うん、これルエド行こう。こい、さあ、軽くいいね。いや、ちょっと待って、これルキアどのタイミングで使う。いや、別に後の方じゃなくてもいいな。相手とにかく回復してくるから、早めにルキア打って、あのオーラスキルを、あれキリンだと思うんだよね。あ、オッケー、これキリンバリア一回使っただろ相手。ただこれ、え、 X 死してくるんだ。あ、そうくるのね、そうくるのね。なんか怖いな、それはそれで。けどそうくるんだったら私こういくよ。私の言うことを聞いてもらうわよ、うん、もうねオセロをします、私は今から。まあただこれ左3枚ストーナーされるのは嫌なんだけど、ストーナーされるのは嫌なんだけど、オッケー、これキリン釣れたら超でかい。オッケー、そこ置くよね。つまりキリンのコンボスキルも使えない。でここで、まあ、バンシーかな、どの魔法かな、デュルジ、いいぞこれ、次のターンデュルジ出せんじゃん。ほれ、ただ盤面的に不利になるのはもうしょうがない、多少不利にはなるけど。いや、こっち置いたらミスったかな、まあしゃあないな。でここをどうするかな。これスパルムでコンボしたらまああんまり良くはないんだよね。なので、あ、ブランジェッタいいな。一回ちょっと こっち置いてみよう。何事にもチャレンジ、置いてみよう。あ、いいね、毒かなり翻弄してるぞ。相手の HP もう半分以下、いやって言ってもまあ補正かかってるのは分かってるけど。あー、これ角取りたくないやつね。そうね、そういうことね、これ角取りたくないやつね俺が。でも取ったら超有利になるんだよな。スパルムをね返されるんですよね、ここで取った場合。カーリの時間だぜ。え、アズリエル強っ、いや待て、いや、アズリエル、いや、てかもうコンボとか考えない方がいいな、これ。うん、一回デュルジ行こう、コンボとか考えるな。アズリエルでコンボできるからと言って置くな、会長。そこグッと我慢するのが会長、お前の持ち味だろうが。自分、自己啓発、自己啓発が過ぎるな。さーて、どこに置いていく。これ、ただリュッコスとか入れてんだな。なかなか渋いね。回復の、あれだね、バフスキルだね。いや、俺なら普通に対角線上取るよ。俺ならそうする。あ、そう来るか。いや、それもそれで強いんだよな。ただもうここまで来たらルエドはねもういらない。いや、でも俺は今の X に打ってたな。そしたらかなり困ってた、正直言って。これ助かった、買わずいいぞ。いや待ってよ、ただねこれね買わず置いて、いや、いや、コンボとか考えるな会長、毒で攻めろ。いや、これね、アズリールのコンボで、F の5を置いてに置いて、右全部モルフスで返したかったんだよね。いや、考えるな、会長。コンボとか考えるな。余計なことは考えるな。ただただ毒を置いていけ。ただただただ毒を、ね。やっぱり火薬マス編成してきたな。俺の予想通り。そいつは編成しているということか。ただ、ここで一番来てほしくないのが河津なんですよ。河津来るな。来い。
OK、ポールプスだな。さて、あそこ行った場合、普通に置かれるのが、月の山だかな。まあ、ここ行こう。一回回復マス踏んで、で、これで、ポールプス返すとなると相手握手になるから、あ、いいね。毒超強い。毒超強い。耐久にも全然勝てるぞ、これ。一番来てほしくないのが C の2なんですよ。OK、そこならいい。かまわん、かまわん。OK。盤面を見誤いましたね。これはいいぞ。スパルムの毒がどんどん強くなっていくしね、しかも。さあ来い。いいね、化学操作班。操作班、缶、どっち？缶、缶。はい。これ置いて次のターン、モルフスで3枚返し、ひょーですよ。モルフスで3枚返し、ひょーですよ、これ。もうひょー。うん。いや、勝てる、勝てる、勝てる。あ、でもここでアズリエルが消えるけど、いや、これモルフスでいけんだろう。あ、ただまあサディエル効いてるのある。あー、回復。いや、回復されるか。まだダメか、じゃあ。わかった、わかった、わかった。いいよ、いいよ、いいよ。かまわん、かまわん。で、これ、モルフス右に置いていって、3枚返しで、うわ、すげえ回復力。全部戻された。俺が今、毒で与えたダメージ、全部戻された。オッケー。これ、モルフス行こう。行こう、行こう、行こう、行こう。行くしかない。走れ、会長。走れ。走る、走る、モルフス、増殖するキノコは何体、3体。さーて、ほら、なんだ、この毒。おーし、楽しいぞ。ただ、まだ、これ回復マス相手踏めないぞ。踏めないな。そんなん入れてんの。いやでもこれ耐えます。 OK、 これはもうね勝てる。これね、バンシーのところでコンボしたら相手一旦何も取れない。来い。買わず最高だぜ。 OK、 これカルマさんで。いやてかもうそもそもこれで勝ったな。ヒラライギアリッでやる。そしてスーパースパム。大変ありがとうございました。はい、というわけで今回いかがだったでしょうか。最後新技出ましたね、スーパースパム。皆さんも使ってみてください。まあ正直ね、どこからどの段階からスーパースパムなのかはね、私にも分かりませんが、ただ最後ね、スパルムがもう2100とか単体で毒出してたからさ、これ本当にスパルムってやばいなって思ったね。うん。で、今回なんですけど、ベノムバジリスクが出されなかったのが良かったね。一応ね、リハーサルの段階でこのデッキ、ちょっと鳴らし運転でやってたんだけど、まあ、ベノムバジリスク出されて、もう完全に終わったみたいな試合が一回あったんで、それがなくて良かったです。まあ、でもこれやっぱ最後の方になるとね、もうこのオーラスキルの毒もね、なんかもう舐めてはいけなくなったね。で、今回のサムネどうしようかな。まあ、でもやっぱデュルジも結構活躍したから、今回サムネデュルジにしようか。うん。っていうことなんで、まあ、今回はね、本当に楽しい楽しい、ただのね、ただただ毒を散布していった感じのね、動画でした。いかがだったでしょうか。なかなか汚い画面になったんじゃないでしょうかね。毒だらけでね。まあ、楽しかったです。今回ね、この辺で終わっておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。